光一くん、ありがとうございます。公明党の笠井光一です。本日はあの質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。まず冒頭、ウクライナに関しまして私の方からも申し上げたいと思います。UNHCR の発表によれば、このウクライナからの避難民、昨日時点で290万人ということで、ベトナム戦争の2倍を超える数に上っております。先日も公明党として提言を政府に対していたしましたが、人道支援、また受け入れ支援に全力を挙げていただくとともに、このロシアによる軍事侵攻を停止をさせるべくですね、国際社会が一致をして取り組むよう、日本政府としてしっかり役割を果たしていただきたいと、このことを強くお願いを申し上げまして、質問に入らさせていただきます。本日はいわゆるあのキャッシュレス法案についての質疑ということでございます。まずあの海外と我が国のキャッシュレス法案、キャッシュレス決済率の比較をいたしますと、1位が韓国の 94.7%、 2位が中国の 77.3%、 そして日本は10位で 24.2% ということで、遅れを取っております。その理由として、ある専門誌のアンケートでございますけれども、一つは利用できないお店がある、あるいはシーンがある、また二つ目にキャッシュレスにネガティブなイメージがあるなどが挙げられております。結論から言えば、やはりあの利用環境の面でキャッシュレス決済のメリットが感じにくい国なのかなと、それが現時点での日本の立ち位置なんだろうというふうに思っております。その意味で今回あのこれまで現金あるいは収入印紙しか認められなかったものも含めてですね、あらゆる国の歳入等を対象にキャッシュレス納付を導入する本法案の意義、これはセキュリティを大前提といたしますが、これは大変高く評価されるべきだと思いまして、新しくできましたデジタル庁の役割、これが国民に伝わっていく一つの契機になるんだろうと、このように思っております。そこで本日は、このキャッシュレス法案が施行された場合のメリットについて確認をさせていただきます。まず、国から指定され、納付者から委託を受ける指定納付受託者、具体的には、電子決済サービス提供事業者、クレカ事業者とかですね、あとはコンビニ事業者などになりますけれども、この指定納付受託者になると、システム改修などのコストもかかる一方で、いくつかメリットもあると承知をしておりますけれども、これについて簡潔に政府のご見解を伺います。デジタル庁、篠原統括官。お答え申し上げます。指定納付受託者として指定を受ける事業者は、納付者から委託を受けて納付事務を遂行するにあたりまして、決済手数料等の一定の収益が得られると考えられます。また、各省各庁の庁が納付事務を適正かつ確実に実施することができるものを指定納付受託者として指定をし、その名称等を公示をすることによりまして、指定を受ける事業者はそのような評価を各省各庁の庁から受けたものとして、一定の社会的評価や信用が得られることも考えられます。笠井君、ありがとうございます。その上で、このキャッシュレス化が進めば、従前の行政コスト、例えば現金納付を扱う窓口の人件費なども、これも間違いなく減らせると考えております。この行政コストの縮減、本法案の政策目的として置いているのか、これも簡潔に政府のご見解を伺います。篠原統括官。本法案によりまして、インターネットバンキングやクレジットカード決済等によるオンライン納付が可能となります。これによりまして、利用者の利便性の向上に加えまして、行政窓口での対応時間の削減などの業務効率化、ひいては行政コストの縮減にも知ると考えております。笠井君。はい。ということで、行政はコスト縮減、指定納付受託者は社会的信用の向上と収益と、当然、納付者である国民も外出の手間が減り、今、コロナ禍では感染リスクの低減などのメリットがある、いわゆる三方よしの法案であるというふうに思っておりまして、その上で、私自身、国民の皆様からご負託をいただいた一人として、やはり大切なのは、国民、納付者のメリット、これが一番大事なんだろうというふうに考えております。そこで、本法案が行政コストの縮減につながるのであれば、その恩恵を納付者の皆様に広く還元をしていく。具体的には将来的に手数料の軽減、あるいは手数料ゼロもご検討いただきたいと思いますけれども、お考えを、ご決意を伺いたいと思います。どうぞよろしく。小林デジタル副大臣。はい。笠井委員のこれまでのお話も含めてですね、全く共感するところばかりだというふうに思っています。そういう点でもですね、昨年末に閣議決定をしたデジタル社会の実現に向けた重点計画でですね、
このような縮減効果を前提に、各府省庁は利用者がオンラインにより手続きを行った場合の手数料等の減額の検討や、適切な手数料等の設定を行うというふうにしております。で、例えばですけど、無人航空機ドローンのですね、登録手数料のように、キャッシュレス納付の場合には手数料の減免措置を講じているというような事例もありますので、デジタル庁としては各府省にこういった事例を共有しながら、手数料等の減額の検討や適切な手数料等の設定を促していきたいと思いますし、先ほど笠井委員おっしゃっていただいたようにですね、やはりこれ、行政もこのオンラインで手続きをしていただくと、すべてデジタルで完結をし、処理も自動化できると、こういうことも体験することになるというふうに思っています。その中で、やはりシステムの投資額に比べてですね、縮減額が大きくなってくれば、まさに手数料というのは見直すことができるような、こういう感覚も広げていく、そういう機会にしていきたいというふうに思います。笠井君。前向きなご答弁、またこれまでの経緯も含めまして、ご協力いただきましてありがとうございます。ぜひ国民の皆様が実感できるこの政策の推進、我々もしっかり後押しをしてまいりたいと思います。その上で、本法案に関連しまして2点伺いたいと思います。1点目は、事前にチャージして支払うスイカ、ワオン等の前払い式支払い手段でございます。これはこれを使って、国庫への納付は可能かということを念のため確認をしたいわけであります。というのは、この前払い式支払い手段を使用できる要件、これは資金決済法の第3条で、このように記載されております。物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知、その他の方法により使用することができるものと規定をされているわけであります。つまり、物を買ったり、サービスの提供を受ける際に支払いに使えることができると。で、これを踏まえまして、金融庁はこれまで国税、また地方税、またふるさと納税ですね、これは前払い式支払い手段を使って支払うことは可能との回答、これは公表しているんですが、例えば今回、キャッシュレスで可能になる反則金の納付です、これが役務提供の代価と返されるかどうかでも、本来は支払いたくないものでありますので、一見すると分かりにくいわけであります。仮にこの本法案が施行されても、スイカはだめとなってしまうと、ちょっと実効性が低減されてしまうのかなという懸念もございまして、そこで国庫への納付はいずれもこの前払い式支払い手段、スイカワンとか、あとパスモとかですね、支払うことが可能か否か、また可能なのであれば、特例的なのか、それとも法の下の通常のスキームとして可能ということなのか、事業者の皆様にも予見可能性、これを与えるためにも、政府の見解、確認をさせていただきたいと思います。金融庁、尾崎参事官。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、金融庁では一般的な解釈として、前払い式支払い手段により、国税、地方税およびふるさと納税を支払うことは可能であると公表しているところです。資金決済法上、物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知、その他の方法により使用することができるものが前払い式支払い手段の要件の一つとされており、この役務の提供の中には、公共サービスの提供も含まれると整理しております。国税以外の国の歳入等の納付についても、当該要件に即して判断されるものと考えられ、例えば道路交通法上の交通反則金について、資金決済法上、前払い式支払い手段により支払いを行うことは可能であると考えられます。いずれにせよ、国の歳入等の国庫への納付については、先ほど申し上げた資金決済法上の要件を満たす場合には、同法上は前払い式支払い手段による国庫への納付が可能であると考えられます。今般の法律案によれば、前払い式支払い手段を含む情報通信手段を利用する方法により、納付を行わせることができる国の歳入等については、各省各庁において、事務省令で定めるものと認識しております。笠井君。ありがとうございます。分かりやすく法の解釈をご説明いただきまして、ありがとうございます。2点目はこれも国民の皆様、関心事かと思いますけれども、キャッシュレース納付を行った際のポイントの付与をめぐる考え方について確認をさせていただきます。すでにキャッシュレス納付が可能なケースにつきましては、国庫負担ではなくてですね、事業者負担で 0.5% から 1% 程度のこのポイントが納付者に還元をされているというふうに承知をしております。で、これがキャッシュレス化を後押しする、インセンティブになってきた側面もあるわけでございまして、ただ一部にですね、支払い方法の違いで不公平が生じてはならないとの議論があるということも、事業者の皆様との意見交換で伺いました。そこで念のため確認をいたしたいのはですね、あくまでキャッシュレス化を推進するデジタル庁としては、このキャッシュレス納付をめぐるポイント付与、これについては、
各省庁しっかりグリップをしていただいてですね、後押しをしていくという方針でよろしいかどうか、これは大臣のご所見をぜひ伺いたいと思います。牧島デジタル大臣。まず一般論としてでございますが、キャッシュレス納付の際のポイント付与、これは利用者がキャッシュレス納付を選択するインセンティブになっているだろうというふうに認識しています。ポイントが付与されるかどうかやその具体的内容については、キャッシュレス決済事業者が会員規約等で定めているところでございますが、それぞれの納付手続きを所管する各府省庁がどの指定納付受託者を選択するかは、それぞれの手続きの利用者のニーズやコスト等を踏まえて各府省庁が判断することになります。一方でデジタル庁としてはデジタル原則掲げております。そしてデジタル臨時行政調査会もあります。規制改革会議などにおいてもしっかりとキャッシュレス化の導入状況についてフォローしてまいります。はい、以上。笠井君。はい、ありがとうございます。あくまで民民のその選択の中で、行われるということで、その上でデジタル庁の方針も確認をさせていただきました。大変にありがとうございます。今確認をさせていただいたメリットの一方でですね、やはりご高齢の方、また障害者の方など、このキャッシュレス決済が困難な方々もいらっしゃいます。誰一人取り残されないデジタル化、この理念のもとですね、十分な配慮もお願いをしたいことを付け加えさせていただきまして、でその観点でですね、本日はデジタル推進委員についてちょっと合わせてお伺いをさせていただきます。昨年2月の第3回デジタル田園都市国家構想の実現会議、ここで牧島大臣からご提出のありましたデジタル推進委員に関する資料、本日は皆様のお手元にもお配りをさせていただいております。横 A4 版のパワーポイントのものでありますけれども、このご高齢者などに対してですね、講習会などでスマホの使い方を教えてくださる方々を募集し、大臣が、現状は無報酬で移植する方向で、検討をされているというふうに伺っております。でその上で一点懸念をされるのが、この資料にはデジタル推進委員の募集対象に税理士、行政書士、あと社労士などの侍業の方々が列挙をされている点でございまして、あくまでこれ主観なんですが、正直侍業の方々に無報酬でご協力いただくのは結構ハードルが高いんではないかということも思っているわけであります。というのも、例えば昨年の月次支援金、また今回の事業復活支援金などの申請を審査する際の事前確認、これを登録確認機関として1件最大2000円という事務手数料をお支払いすることを前提に、中小企業庁の方から税理士さん、また行政書士さんなどの皆さんにお願いをしたわけでありますけれども、実情を伺いますと、既存のクライアントならまだしも、新規の場合は到底割に合わないというお声、聞いております。こうした方々にこのただでスマホの講習会をご担当いただきたいというのはちょっと難しいのかなということも懸念をいたしまして、でそのこれを踏まえてですね、本日改めてご提案を申し上げたいのが、スマホをどの世代よりも使いこなしている大学生、あるいは専門学校生などの学生の皆さんにご協力を呼びかけてはどうかということでございます。で大事なのはインセンティブとしてですね、デジタル推進委員として携わったエビデンスも公的に発行していただいて、例えば就職活動でアピールできるような仕組みもぜひ考えていただきたいと思います。でまたこれはこれからの日本で大変重要になってくるこの世代間の交流にも、大きく資するんではないかというふうに考えております。この学生の皆さんのデジタル推進委員への参画について、ぜひ大臣のお考えを伺いたいと思います。牧島大臣。貴重なご助言、誠にありがとうございます。デジタル推進委員は、デジタルに不慣れな方たちが講習などに参加をするときにサポートしてくださる方と、また講習に参加することを躊躇されている方にお声掛けをしてくださる方々なども含め、青年団体等にもご協力をいただこうと考えております。そしてボランティア活動されている方などにもお声掛けをいただきながら協力をお願いしたいと思っておりますし、そういう意味では今デジタルに詳しい学生さんにも関わっていただく場面があろうかと思います。委員ご指摘のとおり、世代間を超えた交流ということも大変重要な観点だと思いますので、しっかりと検討しながら、誰一人取り残されないデジタル社会に向けて推進していきたいと存じます。笠井君。大変前向きなご答弁、また現状の検討の状況ご教授いただきまして大変ありがとうございます。公明党といたしましても、やはりデジタルはあくまで手段でございまして、この手段を、いかに使いこなして、
あらゆる世代、あらゆる状況の方々の生活、また経済を豊かにするのか、まあ、この目的の達成が何より重要であるというふうに考えております。まあ、そのためにも、デジタル庁におかれました的確なニーズの掌握とです、インセンティブの付与、まあ、これを基軸にしっかりと政策の推進をお願いを申し上げたい、そのように申し上げまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。次に浅野